はい、こんにちは。こんにちは。交通編をやってます。いきなり小柳くんですね。そうですね。小柳くんってこういうキャラじゃないですか。はい、 あってもこれだよね。あってもこんな感じですね。同じなんだよな、だいたいさ。でも腹の底ではだいたいこういうことを考えてるんですよ。そうかな。だいたい会うとちょっと違いますねとかあんじゃん。はいはいはい。小柳くんこうだよね、ずっとね。だいたいこんな感じですね。カオスです。ジュースさんとかあんな元気じゃないじゃないですか。あ、そうですね。会うとね。うん、小柳くんこうなんだよな。素なんだよね、これね。で割とね、よく見てると印象はすごい暗いんですけど、うん、結構ガツガツ喋ってきたりする。うん、ああ、そう、この、そう、この前飲み会もそうだった。俺隣に座ってなんか、あれなんか壊れたと思ったら、そうそう、これすごい長いんですね、ここ。最後立ち去るんだよね。なぜか。ものすごく気になった。びっくりした。じゃあ、これよくできてましたね。うん、ストーリーがね。街にちょうどできた時なんですよね、スカイツリーが。牛と空豆を交換。これ面白かったな。何やってんだこの極つぶし。当然のごとく激怒したマサーは、ドラマ名をトルネード投法で取り入れます。サイバラリエゴですね。そうですね。ああ、そうですね。翌日には巨大な空の、この前の別役さんにも石井被災地風の人がいたり。ああ、あと大北くんのね。まあまあ、ね、そのまま白戸三平見ながら書いてましたから、ね。巨人モロは良くないよね。モロは良くないですね。画力がないとね、見せるってことはできないんですよね、本当に。あ、万歳万歳というわけで、なんだかんだで東京スカイツリーのオープン地区じゃないもんね、もうこれね。あ、でもこれはタイムリーで、うん、あ、来た、 T-Rex 来ましたね。いつも宮城さんこのタンスの前だよね。いいタンスですよ。いつかさ、タンスがバーって開いてなんか出てきそうじゃない。こっちも不正なんだ。 あんだけ大事にしてた水晶にもう落書きしてるんですよ。書いちゃった。完全に飽きてるっていう。これさ、次まで消すかなと思ったら消せなかったしね。次も書いたままだと思う。そうですね。あ、はい、すいません。今日から俺たちが手伝ってやるからちゃんと練習するんだぞ。もう言ってんのも自分ですしね、これね。よろしくお願いします。よし、じゃあまずはこうだ。こうですか。そうそう、あ、自分の顔に見せてるってことなのかな。違うわ、違うわ、金管にしてる。から回って、いやすごい真剣な顔ですね。このエフェクトはね、好きだよね、宮城さんね。よくマンダラみたいにするやつ。いやー、宮城さんですね。いやー、宮城さん本当どうなるんでしょうね、この後ね。俺これ大好きやった。おーおーいいぞ、いいぞ。違う、俺これ大好きなんだよね。ぐるるるる、違う、はぁ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 、おはようございます。おはようございます。いいですね。毎回原始人でいいのかな。どうして言えないんだ、藤原。あ、これめちゃめちゃいいよ。そうだ、意味だ、はい。意味を込めて言ってみたらいいんじゃないか、藤原。毎回変えちゃってるんですよね、原始人。こんなに早くに来てくれて、どうもありがとうございます。意味だ、意味込めてみろ。藤原、ね、おはようございます。こんな藤原も今ではね、面接に毎日のように行って、そういう話聞きましたね。あと一つ、健全な若者に、はい、このおかげなんじゃないですか、ね。水の循環、藤原。そうかもね。山に就職、それが日本にちょっとね、どんどん目覚めたから藤原、来ました、ね。川にやってきます。あいた、それがどん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 上がってくるやつだね。違う、上がって、違う、藤原。あ、音楽壮大ですね、これ。壮大ですね。シールですか。向きたい、向きたい。これさ、これすごい番外編っぽかったね。これ全くもう家帰ってから向くよ。今日は後ろ髪を引かれるマシンを作りたいと思います。あ、これ結構面白かったな。これなんでしょう。後ろ髪を引かれるとはマシンのやつね。洗濯ばさみのやつね。ただ後ろ髪を引かれることはあまりありません。そこで誰の後ろ髪でも引いてくれる
そんなマシンを作りたいと思います。観光は行ってみる。僕行ったことあるのかな。なんか近いとこ行きましたよ。本当こういうのがいっぱいあるんですよ。確かちっちゃい公園が。ここもさ、絶対もうすぐセミが出るよね。もうすぐセミ出ますね。絶対セミ出るなと思って。セミ出たらまたね、うるさいんですよね。河原はね、セミいない、ね。河原いないよね、うん。ここは絶対出るぞ、全志君これ。完成。じゃあ僕はこれで行くね。顔暗い。テポ。ああねー。ここで場面変えてんのがね。うん。どうしますか、これなのかな。じゃあ今日はこれで。あでもこれ手持ちっぽいですね。そうけど手持ちか。ねえ。一人じゃないんだけど、うわいたびのなんだろう、抜く大好き、抜くやつかな、まさかとは思うけど抜けるたび、ワンの坂井くん、あれ坂井くん机にコップして寝てるね、これいいっすよね、あれこれまさかとは思うけど抜けるんじゃない、抜けますかね、これ立成小学校これ鬼の自動車保険、ね、自動車保険なんてどこも同じだと思っていませんか、ね、鬼の自動車保険は100年連続ワースト 1, ト1自己対応満足度は驚愕の 0%、ね、自己対応は24時間、鬼が気まぐれに対応いたします。これさでもすごい上手いよね、ある日車をぶつけてしまったんですが、うん、なんか鬼の自動車保険に電話したら、うんね、全然話を聞いてくれなくて、挙句の果てにんままそんなの押して帰れよと言うんです。本当に失望しました。もちろん保険料も割高、現在ご契約中の自動車保険の保険料をお伺いして、あれあれあれその3倍の保険料をいただきます。自動車保険は鬼、不安さが違います。おにあ最後のやっぱおにがあったほうがいいな。さっきのあいつひどかったな。なんだ藤原浩一。急に喧嘩。どうなんだっけこれ。観光。俺の自慢の膝の人面相見せたら逃げてったけどな。あれは傑作だった。でもせっかく京都に来たんだし。ここにバッチッと切れますよ。そうどす。そうどす。そうどす。これが銀閣寺か。銀閣寺は銀色じゃないんだな。それに引き換え金閣寺はピッカピカだ。ああいよいよこの辺になってきたんだね。あれが京都タワーか。大きい、とても大きい。藤原目を覚ませ。この展開新しいね。俺は一体人を観光している気分にさせる、あれが奴の能力だ。バトル漫画ポストイットでわかるあらすじ。あ今回は映画早男の狂気です。ザ・フライですよね。はい、これさ、物理学者のアンドレは物体転送装置を発明します。北村さんが iPad でやってたのと同じ仕組みですよね。片方の箱にネズミを入れると思いっきり手ですね。これ分かりやすいんだよね。もう片方の箱に転送されます。それを見た妻は、ちっちゃい仮想対象がここで行われてたと思います。大変驚きました。なんでポストイットにするとこんな危機感が なくなるんですかね。映画調子に乗ったアンドレは自分がその転送装置の中に入り実験を試みます。しかし転送先の箱にはたまたまハエが入っていたため、はい、うん、混ざっちゃうんだね。アンドレとハエは混ざってしまい、ハエ男になってしまいました。それを見た妻はまたもや大変びっくりしました。知ってるけどそれをポストイットで見るとは思わなかったですね。ああこれはね、あなたが欲しいポジションはデスクトップ、うん、それともあ俺カニも好きなんだよ。カニね今あれやってるんですよ、ツイッターを。カニ名義何にしようかなと思ったけどカニでいいかと思ってカニ名義でやってるんですよ。プープーテレビがねツイッターをやってるんですよね。あそう最近ね、うん、お知らせ欄を作ろうって。
きっとあなたのことだから荒れたり分解の上でもするでしょ、ね、うん、カニの言いそうなことをつぶやいたら、うん、カニ光線ってあれカニ目線で見ると全然違う物語だわよみたいなとか、そういうのをつぶやいたらフォロワー数がどんどん減っていくっていう、減るんだ、減りましたね、ポロって、ね、パソコンをしばらくやってポン酢が薄まってきたら一旦飲んで隠れてやってね、イエス、英語はわからないがロシア語ならなんかカニあるある、根室でカラが売りに来るからイエスね。メカはカニ道楽の看板くらいしか触ったことがない、そうでしょイエス、そうなんですよ、ね、武蔵丸って名前なんだ、そうそう、あのカニ道楽の新宿店のカニは武蔵丸って書いてあるんですよ、そうですね、イエス、サポートに相談に乗ってもらいたいし、カニ構成にも乗ってもらいたい、今後のツイッターはカニですか、うん、プロレタリアートね、ツイッターも設定しちゃったらカニですよね、今アイコンもカニもね、カニだもんね、そうなんですよ、どうしよう、カニ、カニ区長ってないよね、でもね、これはカニ漁船にも持ち込める猫駅長みたいなやつ、ワードもエクセルもないけれど、うん、カニの猫だとなんかさ、猫、それじゃあ、ね、猫言葉みたいな、あ、区長ね、はいはいはい、カニです、はい、おかまし、小坊さんの金柑のダメ、あ、抜きません、あ、あ、ちゃんとこれバリバリ入ってるね、入ってバキバキバキビリビリするぐらいね、硬いあ、それでまた来ないさんに戻る、カンさんカオスです、これ確か装いも新たにほら、いや、違う字が、あの、ちょっと薄着になってる、ああ、そういうことか、ダウンジャケットを着てたらさすがに違和感が出てきて、はい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 、あ、じゃあまた撮ったんだこれ、このポーズすごいな、すごいなこれちょっと母さん分析に回したよね、精神分析に回したよね、ロールシャッハテストみたいなやつですね、スカイツリーそのまますごいなこれやっぱり、そしたらカオスです、カオスですよ、まあカオスですけどねここまでなんか両側に振ってる作品も少ないよね、小柳君のヒント用みたいなねお母さんへのお手紙カオス振り切ってるな、第4回 AKB48 選抜総選、これ分かりやすかった、俺これなんかね、これ見てちょっと分かったよ、あ、AKB48 の総選挙前の、うん、名前本当じゃないですか、そうそうそう、上位16人にシングル確かにこれを見ないと、うん、何やってるか分かんないですよね、何と言っても過去に2度1位を獲得している絶対的エース前田敦子の不在、この穴に前回2位だった大島優子が順当に収まるのか、優勝したんですね、あと柏木由紀、渡辺真由の逆転劇はあるのか、また躍進しているし指原君の選挙、そして指原里乃最近よくね名前大幅に順位を落として秋元沙耶香の運命やいかに、名古屋の SKE48 の下、ね、ね、松井玲奈、松井千里奈の存在も見逃せない大阪の NMB、博多の HKT からの選抜入りがあるのかも気になる、これすごいね、分かりやすい、この開票結果は6月2日から、秋元先生すげえなこれ秋元先生格が違いますね目から毛入ってた、うわ2周目ですね、目かすごいな、頭光ってんねそうそうそう蛍光灯が近いから背高いから、いやこれさ宮城さんも知らずに見るとすごいねこれ、そうなんですよ、どういう子供に見せよう、これ踊ってもかっこよく踊れないっていうことで、まあ、かっこよく毎知識なしに見るとすごいね宮城さんって思ってありが出ますね、当たりが僕のカバンに、あー、これがお住まいの、あ、このタンスが3つもあるの、これは果たしてかっこいいのか、元実家かな、かっこいいとは何か、うん、早いだろ、早い時は、うん、そう意味を込めて、うん、お早く来ましたね、あ、これか、そう、そうそう、おはよう、ま、おはよう、おはようって早く、これ好きなんだよ、そう、お早く来たねっていう、ガラルとかやってたらこの時代ってある程度会話しないと自閉症っぽく見えちゃうんじゃないかって藤原君が言って、確かにそれもそうだな、チキショーどうしてまた言えなくなったんだったら、社会人にとって最も必要な挨拶、なぜまた言えなくなったんだ、そうか、意味じゃダメなんだ、そうか、体だ、藤原、体を使って覚えるんだ、シリーズいいな、まずここが王だ、王、そう、そう、王だ、は、は、ここだ、ゴー、ザ、ザ、は、ほ、おはようございます
最後として最も大切な挨拶できた。いい音楽だな。あとはおいもちゃんやってからダメなんじゃないかな。もう一つ挨拶と、はい、これかわいいっすね。かわいいかわいいかわいい。なんだこちらがタコ、クジラ、ネギ、クジラ、味噌、あ味噌ですね。挨拶と酢、そしてぬ、ムタだろ、それこれ隠し味なんです。ムタの作り方はいいんだ。蜂蜜を使います。え今日はこれを使ってムタの作り方なんですよね。タコの歌を作りたいと思います。歌なんですよ。コミュニケーション美味しいですよ。うせな。コミュニケーションないね。うん。懐かしいですね。ミルメイク。うん。ミルメイク好きなんですよ。そうだよ。懐かしいこれ。いやいや。これは結構リアルに俺この頃食べてた。やってたっていうのももちろんですね。終わって食ってた気がする。もったいないですね。はい。終わりました。前回は平坂さんとよもさんっていう超レアなコンビでお送りしたんですけども。その2人に、うん頼み忘れて、はい超凡庸な2人をお送りしました。よく見るパターンだ。もう見飽きた2人ですね。はい、大北と安藤がお送りしました。それではまた次回は珍しい人を呼んでみたいと思います。はい、さよなら。さよなら。